伝令、宗神様が殿をお待ちしております。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。敵も少しはできるか。面白くなってきたぜ。よし、おいらが相手だぞ。立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。敵将を討ち取ったり。いいぞ、その調子だぜ。関羽殿、戦果をお聞かせ願えますか。いかがされました。まさか曹操と出会わなかったと。曹操は確かに拙者の前に現れ申した。だが拙者は必要以上に攻め立てることなくその場を去り申した。それはかつて受けた恩義ゆえですか。助手の恩義は関途で報い、もはや何のしがらみもないはずでござった。だがその後拙者は挨拶もせずに巨匠を去った後、曹操の将を切り兄者のもとへ走った。曹操はそのような拙者の無礼と兄者のもとへ帰ることとを許してくれた。その恩義には報いねばならなかったのだ。関羽殿の事情は分かりました。
しかし軍法はいかなる場合も守らねばなりません。理由はどうあれ、あなたは敵の総大将を見逃した。その罪は重大です。厳罰は覚悟の上、死をもって償おうぞ。待ってくれ諸葛亮、どうかどうかこたびだけは許してもらえぬか。私と雲長翼徳は生まれた日は違えど同じ日に死のうと誓った。今ここで雲長に死なれてはその兄弟の誓いを果たすことができぬ。雲長の罪は以後の働きで償わせる。だからどうか頼む。劉備殿がそこまでにおっしゃるのならば、この件は不問としましょう。おお、そなたの口上生涯忘れるぞ。ねえ、関羽殿は曹操を討てないと分かっていたろう。まさか本当ですか、孔明様。やはり宝刀の目はごまかせませんでしたか。では我らは何のために曹操を追い詰めたのですか。私の考えはどうあれ、あそこで曹操を追わなければ不自然です。ですが曹操が倒れれば私の体型はなりません。ちょいと分かりづらいかもしれないけどね、今曹操に倒れられちゃ劉備殿の天下もないのさ。諸葛亮の唱える天下三分は曹操と孫権がいなきゃ成り立たないんだよ。曹操が倒れれば孫権が一気に大きくなっちまう。そうなればどうなるかくらい想像つくだろう。劉備殿が国を得る前に天下は孫権のものさ。曹操は生きていますが、その勢いは失われました。一方の孫権もしばらくは大きく動けません。この間に我らは劉備殿の国を建てるのです。なるほど、確かに初めから曹操を生かすと明言していれば孫権殿や周瑜殿にも怪しまれていたでしょう。その真意を隠し思い描いた状況を生み出すとはさすがです、孔明様。敵を欺くにはまず味方からってね。関羽殿を処罰するなんて芝居もその一つってわけさ。さて国を建てるとなれば大仕事だ。あっしの手がまだまだ必要そうだね。ええ、ここからが劉備殿の真の戦いとなります。まずは肥沃な慶州を足がかりとし、さらに西へと向かいます。西、慶州の西というと益州か。益州、破色の地こそが劉備殿の天下が始まる場所です。皆さん、この先の戦いは今まで以上に険しい道かもしれません。ですがこれも劉備殿の志を叶えるため、今後ともよろしくお願いします。